それは3年前の寝苦しい夜のことでした。何？何これ？アキラ！アキラ起きてよ！何するつもり？それ以来、ずっと私はこっちの世界にいます。ねえ、ねえ、ね、起きて。うん？なんか変なの。うん？ねえ、早く起きてよ。なんだよ。お願いだから。なんだよ、うるせえな。玄関に誰かいるの。早く起きて。もうめんどくせえ。早くして。なんだこいつ。警察に電話する。おいおい、何なんだお前。ねえ、警察どうする。うるせえよ、すげえするよ。おい、俺バット持ってるからな。ちょっとちょっと、うるせえって。おい、逃げやがったか。何なんだよ。気をつけて。え？あ？何？まさか家に入ったのか？おい優子、お前鍵閉めたのか？うん。はあ？お前さ、なんで鍵閉めねえんだよ。待って。さっき上がったよ。
ありがとう。こいつがいなければ私たちは一緒になれるわ。さ、逃げて。私は警察に電話しておく。大丈夫。計画通りやればバレやしないわよ。俺は楓の男。楓の部屋によ、カメラをこう仕掛けてよ。楓を守ってやってんだぜ。昨日の楓は何してんのか見てやるぜ。おいおい、だいぶ遅い帰りだったようじゃねえか。悪い子だ。何？こいつ誰だ？男連れ込んだのか。楓、裏切ったな。こんなじじいのどこがいいんだ。
やばい。やばいよこの女。もう一つ欲しかったの。私のコレクション。もう